はいどうも、エサル洗濯家茶券でせっかく全財50にしたのに14時更新で全財覚醒ループガチャ来て草ミストです。はい、本日はですね、白玉の塔なのか白球の塔なのか未だに分かってないのですが、で難しいと言われている16階の天使降臨、17階のホムホムホームランの攻略をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、結構コメント欄でもね、16階が鬼畜だとかね、17階ホームラン打てねーとかでね、お声をいただきましたので、私なりの攻略を伝授していきたいと思います。はい、でまずは16階の方からやっていきましょうか。詳細見ていきましょう。1対1、8回裏、ノーアウトランナーなし、3塁打を打つということで、結構これだけ見てもね、難易度高いことが分かりますよね。で、操作するキャラはキューピッド、アマネで、相手投手は、降臨西谷となっております。で、投げてくる球がエンジェルフォールのみということでですね、これちょっと難しいよね。まださ、この塔40巻まであるのにさ、16回でこんな難しいの出してくるっていう感じしますよね。はい、まあ、早速ね、実践の方していきたいと思います。でこれ本当にね、打球方向にね、もう寄り蹴りなんですよね。でどこを狙うのかと言いますと、基本的にセンターの後方を狙うイメージでいいんじゃないかなと思っております。 CPU の守備レベルはそんなに高くないように思えましたので、とにかくセンターの後ろに打球打つことができれば達成できるのかなと思っております。でこのアマネの能力なんですけども、はい、こんな感じで、キーになってくるのが走塁丸と、こちらの走力バーストですね。接戦時自分が好調以上なら走力がすごく上がるということで、もう、その能力で A の80ありますので、おそらくもう S100 か、もう上限突破並みのね走力を今得てる状態なんですよね。で弾道2でパワーが E の43ということで、強振してもまあホームラインになることはね、まあ少ない、確率は低いということで、基本的に強振で打っていきます。はい、で狙いの球なんですけども、低めに落ちてきたエンジェルフォール、これをね打っていくのがいいんじゃないかと思ってます。早速実践していきます。もうゼニペナでセンターの金脈を狙うイメージですね。いきましょうか。第9投げました。はい、こういう打球ですね。こういう打球を飛ばせればおそらく行ってくれるはず。はい、 OK ですね。一発で行くことができました。そう、今ね見ていただくと分かると思うんですけども、センターが打ってからちょっと止まってたじゃないですか。なので CPU のねレベルはそこまで高くないと思うんですよね。なので、これをひたすら狙ってみてください。ではもう一回やっていきたいと思います。マジでこの16回は今までのこういう統計のイベントの中でもトップ3くらいに難しいと思います、個人的にね。さあ来い、さあ来い、真ん中どうだ、この打球絶妙にいいとこじゃない、これは行ってくれ、 OK。 ちょっとね、打球速度が弱かったのも相まっていい感じにいけましたね。はい、あと1回くらい達成してるところをお見せしたいな。やっぱり真ん中から外寄りですね。もうエンジェルホールは打ちやすいんじゃないかと思ってます。インコース打ってしまうと引っ張ってしまう恐れがかなり高いので、はい、もう真ん中から外寄りの、低めのエンジェルホール狙いですね。こういうのちょっとこれ宇宙間なんだけど、どうだ、あ、センターが取ってくれたらからいけましたね。はい、今ライトが取ってたらダメでしたけども、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じのイメージで皆様ぜひやってみてください。はい、というわけで次ホムホムホームランやっていきたいと思います。こちらのステージもまあ恒例になりつつありますよね。はい、詳細見ていきましょう。ホームラン競争、打者川欲しいホームラン、クリア条件ホームラン3本以上ということでですね、まあ、ホームラン競争形式ということで、相手投手大投なのですが、ど真ん中にしか投げてきません。ただこのホムラちゃんパワーが F しかないということで、難易度がぐっと上がってるといった感じですね。早速やっていきましょう。さあこれ能力値見れるかな、タイムあるか、あるね。で、ホームラン能力値こんな感じになっております。弾道は3投素晴らしいんですけども、パワーが F の20ということで、これ F になったばっかの能力なんですよね。で青徳はこれ一切発動しておりません。はい、意外性が発動すれば
確かパワー A まで上がるんですけども、まあ、ランナーもいないし点差というものも特にないのでパワー F20 で頑張っていく必要がありますといった中でもう意識することはただ一つです。とにかく引っ張る、はい、引っ張ることだけを頭に入れてあげてください。で、引っ張りすぎるとファールにもなってしまうんですけどもその中で徐々にね自分の中のタイミング感覚を合わせていくといったイメージですね。早速実践していきましょう。ちょ、早くない？ずるいでしょ。タイム解除から早いよ。うん、これだとまだ引っ張りが足りませんと。これも、うん、もうちょい早めですね。この打球ですね。この打球を転がしてください。このタイミング。いいですね。一回打っちゃうとね、割と感覚つかみやすいですね。はい。って言ってた瞬間、センターに飛ぶと。ああ、惜しい、これ。そう、こういう打球がマジ続くからね。ああ、これも引っ張りすぎですね。さあ、落ち着いて。こんな感じですね。はい。私やってもギリギリなんでね。ギリギリだったな。はい。喋りながらやってるってのもあるんですけども、本当にもう自分の中でツボを見つけるしかないのかなと思っております。ちょっと5本くらい打てたらいいんだけどね。もう一回やってみましょうか。ホモホモホームランも3回クリアを目指していこうかな。ツボを見つける。オッケー、初球出てるといいですよ。しかも今までで一番いい打球。うん、演出がいいのであとは合わせるだけ。オッケー、97m。あー、惜しいっすね。一番惜しい打球。オッケー、いいね。やっぱ回数こなすと掴んできますね。あ、これいかないか。あー、いかない。ポール直撃打ってみたいな。 OK、 さあ目標の5本まであと1本。 OK、 いいですね。おお、114飛ぶね。やればできるじゃん。お、6本目。あー、センターいっちゃった。はい、というのは倍の6本打つことができましたね。はい、じゃああと1回くらいやって終わろうかな。はい、というわけでラスト1回だけやって終わろうかな。行きましょう。これ10本打てるっていいのかな。10本打ったらすごいっすね。ちょっと遅い。あー、これは早いですね。これ大東調子変わったりしてないよね。いい打球。110、いい打球。危ない、ポール直撃。いい打球、いいですね。3連発。掛布バース岡田を決めて終わってしまうのか。いいね、4本目。さっきの6本抜きたいね。ここから全部ホームラン。あー、切れるか。うー、あ、これ一度ね集中が切れるとマジで沼にはまります。くー、はい、という感じですね。はい、まあほぼほぼワンに関してはやり続ければいずれ達成できると思います。あと1本ってなった時に力まないように、はい、とにかく力まないことも大事ですね。はい、あとは他に今の前半期間は難しいところないと思いますので、はい、まあ参考にしてみてください。まあここから21回から先は8月30日以降ですね、開放されますので、はい、ちょっと楽しみですね。またちょっと鬼畜フロアがあることをね祈りつつ、個人的にこれですね、伊達天竹野くん、これ絶対難しいと思うんですよね。はい、まあ楽しみな回数がたくさんありますし、パワーストーンもいっぱいゲットできますので、はい、解放されるのを楽しみに待ちたいと思います。はい、といった感じでね、今回の動画は短いですが終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。